ナンンンバーアンダーアアダララインアイライブ福井カニカニと恐竜の可愛すぎる演出にファン歓喜。FC 限定映像も見逃せない。ナンバーアンダーラインアイライブツアー2024福井公演を徹底レビュー。セトリー、演出、MC、ファン必見の内容。ナンバーアンダーラインアイのライブツアー、ライブツアー2024の1は、ファンにとって単なる音楽イベントではなく、 日常から離れ、心から楽しみ、感動できる特別な時間となっています。福井公演はまさにその一例であり、2日間にわたり、多くのファンがナンバーアンダーライン愛と共にその瞬間を楽しみました。彼らのパフォーマンスは、音楽そのものを超え、エンターテインメント性とファンとのつながりが重視されていることを感じさせます。ファンたちは、会場に駆けつけて音楽の響きに酔いしれるだけでなく、 ライブが終わった後もその余韻に浸りながら思い出を共有し次の兵庫公演への期待を膨らませているのですファンクラブ会員にとって福井でのライブの特別な瞬間が映像として配信されることは大きな楽しみですライブそのものに参加できなかったファンにとっても映像を通じてその場の熱気や感動を感じ取ることができるのはファンクラブ特典の大きな魅力でしょう 特に福井の地元文化やシンボルを意識した演出が行われることもあり、ファンはライブ会場での新しい発見や驚きに胸を躍らせます。ファンが SNS での投稿に反応し、福井の2日間、最高だった。かわいい恐竜グッズを手にしてくれて嬉しい、といったコメントを残し、彼らの思いが形になる瞬間を共有し合っています。ライブの中で演出に使われた小道具やアイテムもまた、 ファンとアーティストのつなながりをを強める大切な役割を果たしています例えば、福井での公演中にナンバーアンダーラインアイのメンバーがカニのかぶり物をして登場したり、恐竜のぬいぐるみを抱えながらステージに立つ場面は、福井の象徴を取り入れたユニークな演出であり、会場の笑顔や歓声を引き出す効果がありました。観客との距離を縮めるこうした演出は、ファンにとっても新鮮で、 まるで友人が身近な場所でパフォーマンスを披露してくれているかのような親近感を抱かせます。また、ステージ上での遊び心あふれる一面を見せることで、アーティストとファンの絆が一層強まるのです。観客の歓声とともに、福井の文化や土地柄を感じられる演出が絶妙に織り交ぜられており、その土地ならではのライブ体験をファンが共有する姿は印象的でした。このライブツアーでのナンバーアンダーラインアイの目的は、 単に音楽を届けることではなく、ファンとのインタラクションを通して、音楽やパフォーマンスに対する共感と一体感を築くことにあります。ファンにとってナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、エネルギーをもらえる特別な瞬間であり、その感動が長く心に刻まれることは間違いありません。福井公演を終えた後の SNS のコメント欄には、最高の2日間だった、また福井に戻ってきて、といった熱いメッセージがあふれ、 ライブががファンににとっっていかか大切な時間であったかが伺えま,すまた、福井公演を支えてくれたスタッフへの感謝の気持ちも込められたコメントが目立ち、会場全体が一つのチームとして成功を収めた感覚を分かち合っていることが伝わってきます。次の公演地、兵庫に向けての期待もまた高まっています。兵庫ではどのような新しい演出があるのか、また、どのような土地柄を意識したパフォーマンスが取り入れられるのか。 ファンは SNS で、次は何のかぶり物をしてくれるのかな、兵庫のシンボルを使った演出が楽しみ、といった予想や期待を寄せています。ナンバーアンダーラインアイのメンバーやスタッフも、ファンのこのような期待に応えるべく、毎公演ごとに新たなアイデアや工夫を取り入れながら、ツアー全体を一貫して特別なものに仕上げています。こうした細やかな配慮や演出により、 ファンはまるで自分たちのためだけに作られたライブに参加していると感じ、マイ公演がかけがえのないものとなっています。また、ライブ会場でのエネルギーは観客だけでなく、アーティストにとっても非常に大きな力となっています。福井公演を通じて多くのエネルギーをもらったナンバーアンダーライン愛は、兵庫公演でもその感動と熱意を届けようと意気込んでいるでしょう。ファンの声援や温かい反応が、 彼らにとっては次のパフォーマンスへの励みとなり、新しい場所での公演への情熱をさらにかきたてているのです。そして、次の兵庫公演でどのようなサプライズが待っているのか、ファンも心を弾ませています。ライブツアーにおいて、各地の特性を取り入れたパフォーマンスは、ファンに新鮮な驚きと楽しさを与えると同時に、その場所に深い愛情を持つアーティストの姿勢を感じさせます。 兵庫は数多くの文化的名所や特産品があるためその土地を象徴するアイテムや演出をどのように取り入れるのか多くのファンが予想を巡らせており兵庫の特産品である神戸牛や明石焼をステージで再現するのかなといった期待が高まっています。彼らが福井公園で見せたカニや恐竜のように兵庫の地域性を反映した小道具や演出がどのように登場するのかファンはその一瞬一瞬を待ち焦がれています。 ナンバーアンダーラインアイのメンバーも、こうしたファンの期待を感じ取り、それに応えるべく準備を整えていることでしょう。ライブツアーが続く中で、彼ら自身も会場ごとに異なるファンとのつながりや土地柄を感じ、それぞれの場所でのパフォーマンスを新鮮に楽しんでいることが伝わってきます。メンバーがインタビューで述べるように、どの公演もファンとのかけがえのない瞬間を共有する場所であり、 彼らは常にその瞬間を心から大切にしているのです。この真摯な姿勢がファンの心を引きつけ、応援がさらに熱くなっている理由でもあります。また、ナンバーアンダーラインイのライブツアーには、ファンコミュニティの力も欠かせません。ファンクラブ会員が投稿するライブの感想や写真、思い出が、他のファンにとっても楽しみの一つとなり、会場に行けなかった人たちがその場にいるかのような臨場感を共有できる場となっています。 さらに、福井公園でで感感じた感動や笑いを仲間同士で分かち合うことで、ファン同士の絆もより強く深ままっていきます。このようなコミュニティの存在がライブツアーを一層特別なものにしているのです。SNS 上では現地には行けなかったけれどレポートや写真のおかげでまるで参加した気分になれたというコメントが多く見られツアーの各公演がファンにとってかけがえのない思い出として刻まれていることがわかります。 兵庫公演を迎えるにあたり、ファンはもちろん、ナンバーアンダーライン愛のメンバーもまた新たな挑戦と期待に胸を膨らませていることでしょう。ツアーが進むごとに、各地での経験やファンとの交流がアーティスト自身にとっても成長の糧となり、それが次の公演に生かされていることを感じます。兵庫での公演がさらに感動的なものとなるのは間違いありません。ファンにとっては、 このツアーが終わるまでの毎公演が一度きりの貴重な思い出であり、次の都市でのライブがどのようなサプライズとともに展開されるのか、その期待感は日々膨らむばかりです。兵庫公演での新たなパフォーマンスに向け、ナンバーアンダーライン愛はファンの期待に依頼つつ、さらに進化した姿を見せることを目指しているでしょう。ファンが公演前から楽しみにしているのはもちろんのこと、彼ら自身もまた、ツアーを通してファンとともに成長し、 一緒に新ししいいい瞬間をを作り出しててるる実感を持っているのですそれが各公演ごとに変化するエネルギーや独自の雰囲気として現れているのがナンバーア,ンダーライ,ンアイのライブツアーの特徴でありファンにとっての魅力となっていますライブの瞬間は会場のファンとアーティストが一体となり日常を超えた特別な今を共有するものでありその時間はファンの心に強く刻まれる特別な体験です このようなライブツアーの成功には、ファンが各会場で一人一人の思いを持ち寄り、応援の気持ちを共有していることも大きな要因です。福井でのカニや恐竜など地元にまつわる演出が会場を盛り上げたように、兵庫でも地元の文化や特産物にインスパイアされたサプライズがファンを驚かせてくれるでしょう。会場全体が一体となってその場を楽しみ、笑いと感動が広がることで、さらにライブが生き生きとしたものになります。 こうした地域ごとの演出が、ファンにとっても毎公演を新鮮で特別なものとし、期待感を持って次のライブに足を運ぶ動機となっているのです。また、ライブツアーの途中には、ファンクラブ限定で映像が公開されたり、SNS でファン同士が感想を共有したりすることで、会場に行けなかった人々にもその感動が伝わる仕組みが整っています。ライブに参加したファンは、熱気と興奮の余韻を持ち帰り、 その感動を仲間とシェアすることで、ライブの思い出がさらに広がります。これにより、ナンバーアンダーライン愛のライブツアーは単なる、一夜限りのイベントではなく、ツアー全体を通じてファンとアーティストが心を通わせる、長期的なプロジェクトとして位置づけられています。ライブが終わった後も、ファン同士がつながり、彼らと共に喜びや感動を共有し続けることができるのは、 ナンバーアンダーラインイがファンに提供する大きな贈り物の一つです。兵庫公演の後もツアーは続き、次々と新たな場所で公演が行われますが、どの会場でもファンとの特別な瞬間を大切にしながら、アーティストとしての自分たちを表現していくことでしょう。ファンはライブの一つ一つに、次はどんな驚きが待っているのか、どんな感動を得られるのか、と胸を躍らせ、日々の生活の中でその瞬間を楽しみにしているのです。 ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちも、ファンの期待や思いを心に刻みながら、ツアーが終わるその日まで精一杯のパフォーマンスを届けることを誓っているはずです。このようにして、ナンバーアンダーラインアイのライブツアー2 0 2 4の1は単なる音楽ツアーの枠を超え、ファンとの絆を深め、ファンコミュニティの活気を増す特別なプロジェクトとして展開されています。各地の文化を大切にし、 ファンの声をしっかりと受け止める彼らの姿勢が、このツアーをより一層魅力的で意味のあるものにしています。そして、ツアーの最後まで駆け抜けた先に、ファンとアーティストが共に築き上げた素晴らしい思い出が待っているのです。その日まで、彼らとファンの冒険はまだまだ続きます。